練習終わりました。帰ってご飯作ります。いただきます。何らかの問題なんだって。それだけはなんとか避けてほしいなという。この従事者への手当補助、政府が打ち出す方針と現場とのギャップ、あと1ヶ月で始まるっていう感じなんですけど、じゃあお風呂入っていこうと思います。これから空港向かいます。めっちゃブレるよこれ。同じタイミングで言ってるんだよ。コンプラ言いたい、コンプラあるある言いたい。やめて、寒すぎ寒すぎ。ホテル着きました。今日は練習場でミーティングをしたので、食事をしてマッサージを受けてって感じです。水戸めちゃくちゃ寒いっすね。風邪ひかないように気をつけます。明日に向けていい準備します。上のオーパでよく読書してましたね、カフェで。この後帰ってミーティングがあります。ミーティングしてきました。今日は右サイドバックでスタメンです。相手はミッドホーリーホックで、僕の古巣なんですけど、すごい楽しみですね。相手のスタメンの予想がちょっと分かんないですけど、
水戸は結構メンバー水曜日の試合は変えるんで、今日が富山亮斗が出てきたら面白いなと思いますけど、まあ知ってる選手もまだ数人いるんで、試合の中でこうバチバチやれたら楽しいなと思います。水戸のサポーターの前で、ね、またいいプレーして成長してる姿を見せれたらいいかなと思います。まあ残り2試合なんで、まあ、今日勝ってラスト最終戦につなげられるように頑張ります。いい準備します。これからバス乗ってスタジアム向かいます。今日も頑張ってきます。帰ってきてご飯食べてました。今日は 2-0 で勝ちました。いやもうほんと寒くて前半全然体動かなかったですね本当に。で、まあ、芝生あんまりボール走らないピッチだったんで、まあ分かってましたけど水も撒いてなかったんで、僕らとしてはいつものようなサッカーではなかったですけど、まあ、粘り強く戦って勝ち点3取れてよかったと思います。守備の部分ではねバチバチやれたし、亮一番多分水戸で仲いい選手なんですけど、富山亮と1対1の練習とかしてたんですけど、そんな感じでねずっとやって楽しかったっすね本当。お互い分かってるから多分やりづらさとかあったと思うんですけど、守備ではうまくやれたんで楽しかったです。また対戦したいですね。あの僕の名前呼ばれた時に水戸サポーターが拍手してくれてありがとうございました。嬉しかったです。あの挨拶できなかったですけど、また試合で会いましょう。ラスト1試合3連勝で終われるようにまたいい準備して、中2日ですけど、あ、中3日か、中3日いい準備して戦いたいと思います。海中応援してくれた人、テレビでね、応援してくれた人ありがとうございました。ありがとうございます。朝食行ってきます。沖縄帰ります。